今までボールを強く打つためのテクニックをやってきました。打点を前にしてそこに入るための動き、そしてバランスを保つフットワーク、すべてはボールを強く打てるようになるため、しかしスイングの速度をしっかり保って強いボールを打てば打つほど、ボールは簡単にアウトしてしまうんですよね。で、このボールを押さえつけられるようにならないと、実際強いボールを打つということはできなくなってしまうので、今から行うのは、 回転この回転をボールに回転を与えるということを練習していいいきたいと思います実際今この距離に立っているのはネットが近いのでまずボールを持ち上げなければいけないそして狙うのはサービスラインの内側ですそのこの距離で狙うのにもし少しでも回転がかからないで強く振ってしまうと簡単にボールは アウトしてしてまうんですねでこの距離からあそこを狙うためにやはりボールに回転を与えななけければいけないそういった時に回転量が足りてないとアウトしてしまうのでそこをうまく自分がしっかりとスイングをしてボールをサービスラインの中にコントロールしていく。 振りはしっかりと出していてもボールがサービスラインを超えないようにしていくこのボールを捉えるテクニックですねこれを少し練習していきたいと思います。